ホルテは、かつて、静岡県浜松市中区朝日町1 2三にあった複合施設。浜松駅から徒歩1分以内、バスターミナルに面した位置にあった。浜松市と演習鉄道が共同出資して設立した第3セクター、浜松都市開発株式会社が運営していた。敷地は、東海道本線の浜松駅、周辺連続立体交差化事業に伴って、 南側に移設された9000度部分を約33億円で買収。建物の建設費は約82億円。全面はガラス張りのアトリウムとなっており、ホルテガーデンとして市民に開放されていた。また、浜松市の市民サービスセンターや駅前交番などが入居する公共的なゾーンとなっていた。地下2階には810名を収容できるロックコンサート向けのホールがあった。 施設奥にあたる西側は、地上12階建てのオフィスビルとなっていた。解体中のフォルテ参考文献、投資施設は、浜松市と遠州鉄道の共同出資により、第三セクター方式で運営されていたが、大谷である市と遠州鉄道の関連団体が、入居テナントの多くを占めており、診療収入の6割を浜松市分が占めていた。2008年には、 銀座並みの家賃で赤字を補填していると、市業財政改革推進審議会からも収益性に疑問を呈された。また、特殊な構造のガラス張りの建物であることから、今後必要となる耐震補強工事に多額の費用を要することが明らかになっていた。これを受け、市はホルテの持ち分を円州鉄道に売却。浜松都市開発株式会社は、主要株主が 出資金の回収を断念して生産された。演習鉄道はホルテを解体して新たに、円鉄百貨店新館とし2011年11月9日にオープンした。旧ホルテホール、及び駅前交番の機能は、新施設にも継承されている。アトリウム棟オフィス棟中日新聞2008年6月6日付、円鉄がホルテ跡計画百貨店と、 新ビルを連絡デッキで連結中日新聞2008年6月7日付け、経済炎鉄が、ホルテアとビル計画連絡デッキはガラス張り、3から6階は多重層にフォルテ、商業ビルに建て替えり、隣接百貨店と連結、演習鉄道、静岡毎日、j p ハット朝日 c o m スピード売却不満続出、浜松駅前、フォルテ、マイナスマイタウン静岡つくろう、元気な浜松、 浜松市議会議員、田口明、ホルテについて演説百貨店新刊情報サイト。ありがとうございます。